ルキの法則は、インドヨーロッパ語族の一部の語派で起きた音変化の名称。i, u, r, k の後ろにある s の超音部位が、奥よりになって、のような音に変化した。ルキとは、この音変化を起こした音を覚えやすく、並べたものである。さて、無語に属する複数の語派で、同じ変化が起きていることに特徴がある。インドアーリア語派では、ソリジタ音が発生する原因になった。 インドイラン語派では、IUURRK e などの、後ろにある S が例外なく変化した。サンスクリットでは、ルキの法則は生きた法則であり、古典的な文法では、レムオン規則のうちの、内連上の規則の一つとして定義されている。その規則は、A r 以外の母音、または、K、KR に後続する S は、それ自体音のに変化するただし、S が語末であるときや、 S, s に rr が後続するときは変化しないとなっている。例えばサンスクリットの名詞の複数一角の語尾は数であり、例えばカニャーの複数一角はカニャースになるが、この規則によって一部の語ではデバ、デバスアグニー、アグニスバーユ、バイスバックバクサのようにソリジタのマイナス U が現れる。同様な変化は動詞のアウリストや未来の語尾、 常温の現在型ティサティ、窃盗時にに、マイナスがついて、ニザナになるなどに現れる。サンスクリットのソリジタノはほとんどがこの法則によって生じたものであり、それ以外の場所に、が出現するのは稀である。以外のなどのソリジタ音は、に別な死因が隣接することによって生じた。ただしは別のうち連情規則による。イラン語派にもルキの法則はあるが、 陰王祖語から死音が大きく変化しているため、見た目の上ではかなり複雑な規則になっている。また、類推によって置が補われることもある。名詞の変化にもルキの法則の影響が見られる。アベスター語では、語感が A で終わる場合は、単数四角は O だが、IU で終わる場合には I ズスになる。単数俗角や複数対角、複数異角でも、同様の現象が見られる。また、 三人称代名詞の語維字型は、先行する名詞の語末の音によって、平、正と、正に変化する。スラブ語派では、から、さらに、X に変化している。スラブ語の X は原則としてこの法則によって生じたものである。アオリストで X が出現するのは、インドヨーロッパ祖語の S アオリストの一部がこの法則によって、X になり、それが類推で、 他の形にも用いられるようになったためである。バルトン語派のリトアニア語に以下のような例がある。しかし、S のまま変化していない語も多い。ありがとうございます。